はい、どうも、岡安健太郎騎士です。阪神タイガース、近本光司選手、惜しくもね、新人王獲得ならんかったですけど、セリーグ新人最多安打記録、更新となるね、159安打、見事達成して、いや、すごい選手でしたよ。近本選手もらんかったら、阪神絶対ね、サインっていう順位にはいてないですし、来年以降にもね、期待したいですし、まあ、特別、新人特別賞を獲得したってことで、ね、それなりの新人王に値する価値があったとね、いうふうに思いますね。そして村上選手、本当におめでとうございます。いや、すごかった。10代で30本以上だとか、清原さん超えたんですよね。いや、すごかったな、ほんま。すごかった。一言で言うならすごかった。で、まあ、MVP セリーグは丸選手、読めるジャイアンツのね、丸選手は、すいません、間違えました。坂本選手。MVP パリーグが、森友哉選手、西武ライオンズのね、埼玉西武ライオンズの。新人王パリーグは、ソフトバンクホークスの高橋礼投手。いや、ほんますごかったっすからね、全員。いやー、ちなみにね、もう編集なしでバシってね、投稿しますけど、お許しください。それではね、こんな感じで動画で終わりたいと思います。ありがとうございました。おめでとうございます、皆さん。